どうもバーさて本日1本目の動画です年末準備についてちょっと雑談的にではありますけれども、えー、最近僕のあったことを含めて、えー、解説,し,解説していこうと思いますどうぞよろしくお願いいたします、えー、皆さん 2019年もそろそろ終わりですねえー、本日2019年12月29日日曜日ですねあとはあ本日入れて2930301まだねえー、結構余裕があるかなといったところですね何の余裕ややはりですねえー、我々にはですね、えー いろいろ、こう、やらなければいけないこと、年末にはやらなければいけないことというのがですね、まあ、あるわけですね。うん、でね、えー、機能を、だいぶいろいろね、えー、やらなければいけないことというのをですね、えー、処理して、で、まだちょっと残ってることもあったりとかして、でそういうことを雑談的に解説していきながらですね、えー、それにまつわる話、えー、本日は2つね、 えー、気づきについてね、語る点がありますので <laughs>、その点も踏まえて、有益情報も含まれます。それでは解説していきます。まず1発目、車ですね。えっ、ー、とね、車のヘッドライトがね、えー、切れてましてですね、しばらく前から。で、買えなあかんなと思っていまして、で、しばらくはスモールライトとハイビームでね、なんとかしのいでいたんですけれども、まあ、片方のね、ヘッドライトが切れていました。で 機能をヘッドライトの <laughs>、えー、交換をしましたで、えー、ロービームの、ねえー、電球が切れてましたねでロービームの電球が切れるのは実は2回目で、えー、やっぱりロービームの使用頻度が高いということもあってで車の年数もですね、まあ、15年ぐらいの年の車なんで、まあ、切れておかしくないですよね で、前、えー、片方、ロービーム切れたことがあったのはですね、そうですね、5年ぐらい前だったかな。で、えー、そういう場合皆さんどうされますですかね。まず僕はね、どうするかって言ったら、えー、マニュアルですね。車にマニュアルがついてます。で結構あの、詳しいマニュアル、トヨタだったらね、ついてるんですけれども、で、どうするかっての書いてあるんですよね。えー、ヘッドライトが切れたときは、 えー、お近くのディーラートヨタに相談してくださいというふうにね書いてるんですけども別のページにはですね、えー、交換方法が書いてあったんですよでああの買ってきて交換すればいいんやと思ってでまず下見として、えー、僕あの部品交換するとき必ず下見,下見するんですね下見っていうのは、えー、車のボンネット開けてですねでヘッドライトの後ろの辺の をまあバラしてで、えー、交換するっていう手順なんですけども、えーね、僕の持ってる車あとトヨタの r デオっていう車なんですけどもえっ、ー、とねヘッドライトの交換についてはね ちょっっとややこしかったですあのうんって思うところがいっぱいあって結構バラさなあかんなというふうに思いましてですねでちょっと躊躇いたしましたでの結構僕何でもやるんですけどもうんと思うぐらいちょっとあのバラさなあかん部分が多くてでえー、あもうこれはあ数千円かかってもいいから <laughs> えー ディーラーにお願いしようかなというふうに思ったんですよ。<laughs> で、えーまあ、ディーラー持っていったらですね、えー、ちょっと部品が、えー、すぐにはないので、えー、何週間か待ってでもう一回来てくださいとかいうふうなことになってでこれち,ちなみに5年前の話ねまだ5年前の話この話の中の枝葉の話しか進んでいないというねもう大変なことですよね。 4分も経ってしまった。巻きで行きます。でね。えー、その時結局いくらかかったか見たらですね。車あず、えっ、ー、とね、行って、で、えー、2回行って、で、2回目はすぐ交換してもらったやったかな。ちょっと、うろ覚えなんですけれども、えっ、ー、とね、まあ、何しかね、6000円ほどかかったんですよ。片方変えるだけでね。うん、ちょっと高いなぁと思いつつね。まあ、しゃあないなぁと思いつつ。で、今回、 の近所の,あのイエローハットっていうね、えー、車のメンテナンスをするショップですね、まあ、よくあるショップですよのトイレが綺麗なことで有名なねでそこの,のショップに相談したらですね、えー、なんかね ああのもうあの帰る手はずでとかいう感じでなんかもう最初ねお金いくらですかって聞こうと思ったんですけどもねもうあのね年末もね忙しかったんでしょうねもうあのもうちゃっちゃとせいやみたいなそういう感じでもなかったなあの親切にしていただいたんですけどもあいじゃあ,あの、えー、作業は10時15分からになりますとか言ってねえもう作業なんとか思って。 あじゃあいいやと思ってねでもそのままあのー、車も預けてでのんびりね、えーえっと、待合室で待ってたんですよ <laughs> でそうしたら、えーとね、ちょっと携帯ね、えー、ちょっとうっかりねスーパーマナーボードにしてたんですよつまり、えーマ,ナーモーえー、マナーボードのさらにマナーボードつまり、えー、バイブもならないってやつねで全然あの ななならないなあの思ってで館内放送を待ってたんですけどもあのなかなかならないなと思ってね、えー、待ってたらですねちょっといくらでも遅いかなと思って、えー、<coughs> カウンターに行ったらですねちょっとなかなか電話がつながらなくてとか言って「あっしまった」とか思ってね「えー、もうあのちょっとほんまは駄なんですけども、えー、もう作業をやっちゃいました」って。 いう,ふうに、ね、おっっしゃったんですよで、料金は、えー、5,400円でしたでちなみに、えー、LR つまり右左両方を変えての値段ということだったんですよで当初ね片方だけでもいいっていうふうにね、まあ、伝えていたんで何度か電話して、あのー、くださったみたいなんですけれどもえっ、ー、とねその商品は特殊なあ特殊なっていうかねなかなかね めったにないヘッドライトなんですって、型番的に。で、えー、ちょっと2つセットでないとどうしても大振りすることができないっていうふうに言われまして。で、えー、左右両方で5400円。で、しかも当日のね、交換だったんで、まあまあもうそれでいいやと思ってね。えー、もう帰ってきました。ところがですね、後で気がついたんですが、えー、まだ生きてる方のヘッドライトを、もらっとく。<laughs> もらっとくんやったなぁ、思って。 もう今日行ってももうないやろうなと。翌日に行ってももうないかなといったところではあるんですけれども、なぜならですね、えー、ああ、まあそういうわけにもいかんか。あのどうして左右のこう、ヘッドライトを一括で変えなければならないかっていうふうにね、えー、聞いたところですね、あの、左右の色が若干違うんですって。で、車検は通るけれども、 えー、若干違う色になるからあの外観的にあんまよろしくないっていうかあの普通はそうはしませんよね、まあ、よっぽど大昔の人はあ昔そんなことしてた記憶あるなまあまあい,いやあの、えーまあ、普通はそんなことしないんで左右いっぺんに変えるということなんですけれども、まあえーとね、結局は5年しか持っていないのかな。 いいないんで、すけれども、まあ、とりあえず交換したとということですねであんまりす僕はそういうの好き,な好きじゃないんですけども、もうや,やっちもたましょうがないんで、しかもまたバラすのも相当の結構大変なことがね、うかいしてますし、で、車のヘッドライトについてね、えー、ちょっとそういう見識が深まったというところですね。えー、ディーラーに持っていく方法ももちろんありだとは思うんですけれども、えー、近所のね、 えー、車屋さんで、えー、量産量販店っていうかな量販店系の車屋さんで、えー、やってもらう僕はあのい,いつもタイガはそうなんですけどね、えー、それで事垂れたとしかもあのその日行ってもいきなりもう作業も終了ということですね。 で、まぁ、あ、一個車片付いたと。あとそれから車つながりでいうとタイヤ交換ね、やっといたしました。冬用タイヤに交換しました。これは自分でやりました。であと畑ですね。朝行ってきまして、えー、っとね、大根、それから、えー、っと、サンチェっていうね、レタスですね。あれはサンチェはレタスなんかなそれを取ってきまして。んで 昨日動画も一本ね、えー、畑に関する動画も、えー、作りました、えー、これ昨日の、えー、朝飯食べた直後ぐらいかなちなみに朝飯の動画です、えーえー、と大根の大根の葉っぱと、えー、冷蔵庫に、えー、ちょっと、えー、あちょっと忘れかけられていた サバのね、切り身を使って、えー、チャーハンを作ってみました。チャーハンっていうかですね、炒飯みたいないた、炒飯、イタリアンじゃないですよ。炒める飯みたいな、なそ,そういう、まあ、ジャンクフード的なものを作って一本動画にしました。お茶部くんと一緒にね、えー、美味しくいただきました。えー、あと、家ですね。家のこといろいろや,やらないとダメですよね。まあ あの大きくはですね、えーまあ、整理整頓にはなるんですけども、機能はね、まだちょっとね、あのそこまでいかずに、まずゴミですね、ゴ、え、ミ、ー、のいらんもんを捨てるという準備ですね。あと掃除もね、えー、ちょっとの自分自身の部屋まではちょっとできてないと。今日やろうかなと。あとそれから <coughs> 年賀状ですね、これ優先順位高いですね、えー。ちょっと早めにやらんともう間に合わないというか、 間に合わないですよね年賀状って昔から12月20日までにっていう風なね、えー、そういうまあなんか暗黙の了解みたいなもんがあったんですけれども最近はね25日でもいいっていうね説これも、ね、説ですよ、うん、説がありますねもうもはや、えー、今日出す結局今日出すんですよ昨日作ってたんでね今日29日ですかもうロスタイムに入ってますよね で、あ、一筆も書かなあかん。あ,あどうしようかな。もう、間に合う。もうそのまま出すか。まさに巨礼、巨離、距廃止置。そういう風潮ではありますけど、まだちょっとね、我が家ではこれちょっと残って、残ってるというかね、これはね、あの、やっぱり人付き合いっていうこともありますし、えー、なかなか、えー、どうして、これ1万円くらいかかるんですけどね、しょうがないかなと。 とは言いつつですね、昨今、本当にこう、親睦がある方とは年賀状がないというね、えー、暴挙となってきてしまいがちではあるんですけども、そんな中でね、二つ目の気づき、プリンターですね。昨日ね、えー、夜プリントアウトせっせとしていました。佐藤チチャンネルさん、えー、というね、YouTuber の方がおられるんですけども、その方が、 えー、まあ言うたらヘベレケ生放送をやっておられましてですねでそこにバーもヘベレケながらあ参加しつつでプリントアウトをね、えー、するというね、えー、黄金の組み合わせですよね、えー、人のライブを見つつ自分も飲んでプリントアウトをするというねでプリントアウトねあのフルオートってわけにいかないんですよねなかなかね、えー、特に年賀状とかあいう場合ですね でえー、一応ミスなくできたんですけども1枚のミスなくできたんですけどもプリンターの調子がね非常に悪かったですねでちょっと前に僕プリンターについてのねティップス、えー、ノウハウをアップロードしています、えー、プリンターのねトレー式のプリンター手前にトレイがね、えー、引き出せるような形のプリンターの場合、えー、ガガガガガッていう風なねイオ、えー、がして停止してしまうことがあるプリンター があります、えー、僕の使っているプリンターエプソンの EP803A っていう、えー、もう10年ぐらい使ってるプリンター10年ですよ使ってるプリンターなんですけれどもそのプリンターがですねちょっと調子悪くなってきてですねグーグーッう大きな音がしたらすかさず全、えー、面トレイをギュッて押さえるんですねでそれでなんとかしのいできたんですけど昨日はそれでもうまくいかなかったんですね えー、さらに2つのお条件をプリンターに与えてやることで解決いたしました。1つ目、えー、適量の年賀状を入れているんですよ、えー。だいたい50枚ぐらいは印刷できるね、えー、そういうあのストックのシートフィーダーなんですけれども、50枚入れたらね、ダメなん、ダメでした、えー。25枚だったら、 まあ間違いなくいけましたでなおかつガガガっていう風うな音がするんでその時に、ね、ギュッて押さえつけたんですけど、ね、押さえつける、ね、量が適量必要でしたつまりガガガガガって言わない範囲でギュッて押すというねまあねそういう、ねえー、細かい作業が、ね、必要になりましてですね、まあ、そうすることによってですね、えー、10年選手のプリンターでも 120枚か119枚の年賀状のプリントアウトができました <laughs> とちなみに、えー、去年の年賀状を使うとかいうのはね、えーまあ、大変失礼になるんでそんなこともしませんし値段も上がりましたよね今年ね注意してくださいねの帰ってきますよ、あのー、去年のハガキ使ったらね62円から63円やったかなちょっとうろ覚えですけどね1円か2円上がってますんでね はい、続きまして。えー、昨日はいろいろ作業をこなしました、えー。家具ですね。注文してた家具が届きまして、で、そうですね、これの組み立てにね、また1時間ぐらいかかりましたですね。あ、もっとかかったな。2時間ぐらいかかったんですよ。というのもですね、えー、っと、ニトリっていうね、えー、家具屋さんで、えー、これまた量販店系の家具屋さんですね。全国展開されてるのかな。非常に安い家具です。 で品質はね、あのー、まあ、それなりなんですけれども、あのね、非常にね、こう、工作精度がよくできてるなというふうに思いました。えー、全部自分で組み立てるんですけどね。で、工作精度が甘いと、あのー、組み付けがね、うまくいかないですね。ですけれども、大概うまくいくようなね、えー、組み付けだったんですけども、一箇所ね、あ、これはやらかしとるなという部分があったんですよ。 えー、引き戸の部分なんですけれども、えー、穴開けの位置がね 1mm ほどおそらくですけども狂ってますでそのことによる弊害として引き戸がねこうスムーズに動かないっていうねちょっとねあのあこれはどうしたもんかなと穴開け直すわけにもいかないし、えー、そのスライドの レールの溝を加工するわけにもいかないさあどうしたもんかなというふうに考えましてなるべくこういう場合は、えー、影響範囲を少なくそしてなおかつ、えー、その失われた、えー、機能がスムーズに動かないっていう失われた機能を最大限こう復帰さすというそういう工夫が必要になりますよね。で えー、結局のところはですね、えー、どうやって解決したかっていうと、えー、引き戸の上にはですね、えー、脱線しないようなね、えー、金属のダボ金ダボって分かりますこういう、まあ、突起ですね突起なんですけど実際にはここにこうネジが埋まってて上が、えー、金属の棚の 円柱下がネジっていうねそういうダボがあったんですねそのダボの、えー、この側面実際に当たる方だけでいいんで当たる方だけでカットしたんですけれども、えー、ここの金属をですね、えー、約 1mm、えー、カットいたしました えー、カットする方法としてはですね作業台の上にある万力に、えー、このダボをかませてで、えー、ディスクグラインダーで削除するという手法で、えー、バッチリ、えー、家具の下穴開ける場所が 1mm ミ,ミスっていたことについての、えー、復旧ができましたね、えー、あとはですね えー、まだやってないんですけども、ね、もみの木これなんじゃいとえー、ですね誰かが、えー、裏の浜にもみの木を植えたんですよで場所がねあのちょっとこれはあのこのままではダメだなっていう場所に植えてあるんでなぜダメなのかっていうとですね壁、えー、フェンス際なんですよでもみの木ってあの、まあ、調べたんですけども、えー、結構オープンなスペースに 植えなないと、あのー、形がいびつになってしまうとで片方の、えー、部分に、えー、生育不良が見られたりとかいうふうな、えー、ことになるとあとそれから、えー、住居近隣の住居にちょっとあまりにも近いところに、えー、植えてるんでモミのキってね、あのー、成長したら4 0ルぐらいになるらしいんですね。 で、えー、このマイクちょっとまずいんで、えー、もうちょっと広い部分にね、植え替えないとダメです。あのね、もみの木ってね、あの、ホームセンターとかで売ってますけどもね、安易に手を出すと大変なことになりますよ。あの、大木になるんで。で、えー、ネット上をこういろいろ探したらですね、実際大木になってちょっと困ってるっていう人もおられましたね。で、えー、これねあの、前例があるんですよ。近所で。 えーまあ、ホームセンターで買ってこられたんでしょうね、えーまあ、大きくなってきてで、えー、まあ浜とかにね植えられてであれよあれよと大、まあ、木になってですねで、えー、台風の時にその大木が倒れて、えー、と河川敷のみならず、えー、専用部分つまり私有地とかにねこうね。 倒れてしまっったたことがあったんですよあの実際にあのうちのねマンションの中にですねバーン倒れたんですけども、えーまあ、実際そういうことがあってでもう素人では手に負えないぐらいの大きさの木なんで、えー、まあ最悪台風で倒れたとしても え周囲にに影響ないところに植え替え替るる必要があるんで、すよでこんなん誰がやんねんと。もう、あの、誰が植えたかも分からへんようなね、もみの木。で、なんで、別にもうカットしてもいいんですよ。カットしてもいいんですけど、やっぱりね、あの木っていうのはあの、前にも言いましたけれども、そうやすやすとね、切るもんじゃないです。で、えー、そうですね、樹高は3メートルぐらいになっちゃったかな。えー、と 霧のね雰囲気的にはまだこんなんなんでねなんとかなる範囲なんでちょっと今日頑張ってね、えー、もうちょっと広い場所にね植え替えないとこれ大変なことになるんでこれやりますで、えー、それから野球えっ、ー、とちょっとね夕方時間が余ったんで、えー、おちゃぷくんとねあそれから、えー、家族で野球をしました 野球ってやっても、あの、ふわふわボールとプラスチックバットですけれどもね。ふわふわボールとプラスチックバット、案外盛り上がりますよ。あ,あとは、まあ、あの、一般的な整理整頓配線の類とかケーブル類とかね、ちょっとまだまだいっぱい整理、ね、しないといけないものがあって、これまだちょっと優先順位に下がっててできてないですね。あと、井戸端会議えー、これ機能いたしましたですね。えー、え、ね、やらなあかんことも、うちの、 一つなんか、はい、あの、重要な案件です。で、えー、井戸端会議の、えー、と、段取りをしてたわけじゃないんですよ。の、井戸端会議、これ重要な、ちょっと昨日会議だったんですけども、ね、<laughs> そういうわけじゃないな。まあでも、あの、有益なね、えー、意見交換をできる、そういう井戸端会議でした。皆さん、井戸端会議やってありますか どんどんね、井戸端会議やりましょう。これ必要なことです。ただしですね、あの、井戸端会議で、えー、なんていうんですかね、こう、あんまりこう、囲い込むような、そういう井戸端会議はダメですけれどもね。本日の動画は以上です。ではまたバイバイ。